三聖章、平遥古城内の日章商標号の旧跡、日章商標号に掲げられた、天下通記の非対標号が発行した、起標の例標号は、近代的な銀行が作られる前の中国に存在した金融機関。標、商などとも呼ばれ、新代後期から末期にかけて中国北部で活動した。標号に対して中国南部で活動したのは、ゼニ層と呼ばれた。 標号は三成商商人、特に平遥の商人によって始められ、その代表的な日商商標号の旧跡は現在でも平遥古城を訪ねる際に中国標号博物館として見学できる。こうした商人は多くの場合他のビジネスに従事していて、その資金を標号に利用した。標号は主に中国北部で活動しており、中国南部における 金融機関はゼニ層と呼ばれた。標合が中国の主要な金融機関として存在したのは1900年頃までであり、その後は新朝政府と地方政府の両方により近代的な商業銀行が設立され始めた。最盛期には標合は新朝の領土全体で400以上の支店が営業しており、日本、韓国、ロシア、インド、 シンガポールなどの他の国にも視点があった。侵害革命が起こった1912年以降は、ほぼすべての標号は閉鎖されるか、より近代的な銀行に転換されていった。しかし一部は、1952年に、ゼニソウ及び中国の金融業界の残りのすべてとともに、最終的に国有化されるまで、中華民国と中華人民共和国の両方で存在し続けた。 ありがとうございます。